生活に使える日本語水回り編。皆さん洗濯機は知ってますよね。日本の洗濯機に必ず書いてある単語教えます。まず洗い、洗剤で洗う、洗い、洗剤を落とす、すすぎ、水気をなくす、脱水。日本の洗濯機には必ずこれ書いてあるので、皆さん覚えてください。